吉田晃大です。よろしくお願いします。なんかこのクリームっていう響きが、いいなっていうのが第一思ったんですよね。で、こういう状況下でこうライブとかするのとか外出るのとかでこうピリピリしがちというか、僕もこう結構無意識的にこうマンションのエレベーターとか乗ったりとかするとこうやっぱりちょっと意識的にちょっと引いてしまう自分がいたりだとか、なんか無意識にこうそうしてる自分もいて、だからこそこうライブをするにあたってエンターテインメントの一つとしてクリームという響きで、響きからちょっとでもこう優しいライブになればいいなというか、なんか温かい、甘い、そんな空間にできたらいいなと思ってこのクリームというタイトルにしました。コンセプトは、そもそもそのクリームこのツアーやらせてもらうときはもうめちゃくちゃ寒い時期というかで、結構僕はこうライブをするときとかにこうみんなとこう一緒にうわーってこう熱量のぶつかり合いみたいなライブをするのがすごく好きなので、こうこんな季節であろうがこうアイスクリームが食べれるぐらいあったかい熱いライブにしようぜっていうコンセプトがあったりだとか、それこそ先ほど話したようにこう優しいライブにしよう、甘いライブにしようとか、なんかこうそういう日々の日常のピリピリしたものを忘れて、このクリームツアーを一緒に過ごしていきましょうっていう、そんな思いでこのコンセプトはありますね。僕このソロをやる前にグループやってたんですよ。ダンスボーカルをやってて、でそれが4人組だったんで、こうライブするとか自分たちで曲書いたりとかするときにやっぱりみんなの意見が出て、でそれをこう自分には思いもよらないものがあったりだとか、自分の意見はいいのか悪いのかとかっていうのとかも、こう悪い部分で言うとそこは結構あるなっていうか、自分がこういいなとかこれやってみたいなって思ったことが本当にこういいことなんかなとかっていう不安はあったりしますね。なんかそういう悩みをこう同じこう舞台上に立つのがやっぱり僕の体一つなので、なんかそこにこう自分の中でしっかりこう解決していくのは結構しんどいところはあったりはしますね。いいところで言うと本当に同じような感じなんですけど、自分の思ったことが 100% できるっていうのはいいですね。グループだと自分が出した案がこう却下されたりだとかっていうのもあったんですけど、もう全部できるんで、もう僕が思ったように思ったようにセットリスト組んで、思ったようにこう演出 してとかっていうのもできるので、それはこう凄みだったり強みだなと思いますね、はい、全然あります。なんかもうこだわりすぎて全然伝わらないみたいな時があったので、あ、これはちょっとあかんなってそこで学びましたけど、なんかこうやっぱりより自分を知ってもらえる場やと思うんですよね、ソロでやるっていうのが。こうよりこう自分らしく、吉田晃大らしくいられるのがソロだと思うので、なんかその本当にライブを通してでしかこう皆様と直接お会いすることができないので、そこでどれだけ自分を、自分とは吉田とはこういうもんなんだっていうのをどれだけ見せられるかなって思ってやると、こうかっこよく見せたいなと思ったり可愛く見せたいなとかは思わないんですけど、面白く見せたいなとか思ったり、なんかそういう葛藤するんですよね。かっこよく見せたいのか面白く見せたいのかっていうのとか、こうそこにこうこだわり出すとちょっと変な方向に行って失敗したなみたいな、なんかあったんですよ。僕東京のライブでマクがね、こうなんかね、上の方からこうマクがこう開くんですよ。でそこの扉から出てくるんですよ。ですぐ階段があって、そこの階段を僕が降りてくる演出なんですよ。そっから出なくていいんですよ。普通に下手とかからパンって出てきたのに、俺はそっから出たね、ありましたね、俺そっから出たいんやって言って、でその会場限定やったんですよ。その会場にその階段っていうか、そこの出はけがついてたんで、僕もそこを、俺ここ使いたいって言って
ん、それがあんまりこう伝わってなかったのか分かんないですけど、俺出てんのに下つくまで照明当たらんくて、じゃあごめんなさい俺もなんでとか思うと、あこういうのは失敗するなと、なんかこの急に思いついたことっていうのは失敗するなって、あれはね僕は一つの失敗やなと思いますね。だから一応暗転の中人影見えてんなぐらいだと思うんですよお客様は、ね、だからあれって小田井くん、あれ小田井くんなんかなみたいな感じでしばらく会ってファッてライトついて、ああ小田井くんだみたいな感じだったんで、僕はバンって出たかったんですよほんまは、バンスパッっていう感じが良かったんですけど、それができなかったからなんか失敗したなと思いましたね。そうですね、あの自分が好きな曲とかがっていうか、もう自分の好きな曲しか歌わないですね。あんまりそこは、うん、これやからいい、あれやからあかんとかっていうのはなく、なんかこう聞いてうわこれ好き歌いたいって思ったものをあの皆様に届けたいなと思ってあの歌ってるっていう感じですね。見えてくると思います、バラードめっちゃ多いんで吉田バラード好きやなっていう感じはあるかもしれないですね。そうですね、なんかずっと歌上げてたので、なんかそもそもこう僕あの喋ったりとかふざけることがめちゃくちゃ好きなんですよね。でもこう YouTube ではずっとそうやって歌ってるっていう動画上げてて、こうまあ僕自分で言うのもあれですけど、歌ってる自分も好きなんですよね。自分が好きだし歌ってる自分が魅力的だなって思うしかっこいいなって思ってるんですけど、でももっとこう吉田晃大ってこんな人やとかっていうのが分かったら、もっとよりその後に、うん、聞こえてくる歌っていうのは深みが増すんじゃないかなとかとは思って、ちょっとおしゃべりしたりふざけたりしてる動画、本当に普段の自分の動画を上げてあのみんなに見ていただきたいなと思いましたね。だから一発目なんか自己紹介の動画を上げた時にやっぱりコメントで吉田さんってこんなキャラやったんですねとかっていうコメントがやっぱり寄せられたので、あやっぱりそうやなっていう、知らんかったですよねっていう、吉田はこうですっていう感じであの思ったので、なんか良かったなと思います。だからそういう時そういう風なことも始めようと思って良かったなと思います。バレンタインの思い出、あありますあります、2つぐらい、2つ喋っていい？まず1つは、まあこれなんかバレンタインの時になると、この14日じゃないですか、2月14日から13、14、15が僕バレンタインの範囲やと思ってるんですよ、なんとなく。それも小学生ぐらいの時から思ってて、でその13、14、15はもうもらったチョコも食べない、1つも食べないっていうのをなんかこだわってて、でそれを小学生のこの一番下の引き出しに全部貯めるんですよ。でその期間が終わった時に出して数えるっていうのがなんか好きでしたね。であそれを次の日とか学校行った時にその友達にお前何個もらった、みたいな、俺こんだけもらったみたいな数をなるべく多く言うために、こういう包みのこう一人の人からしかもらってないけど開けて小包みも一個として数えるっていうのをやったりしてましたねっていうのは一個のエピソードかな。あと僕小学生の時に好きな子からバレンタインデーチョコもらったんですよ。でうわ嬉しいと思って、でお返し返さなと思って、でお返しをあの母と買いに行って、なんかすごいこうカラフルななんか粒がいっぱい入ってるなんかものを買って、うわこれかわいいやんってなって、でそれを買ったんですよ。でとりあえず全員お返しそれにしたんですけど、お返しそれ買って自分も欲しかったから自分の分も買って家帰って食べたら色ついたごまやったんですよ色なんか色ついたなんか甘いコーティングされたごまやって、え甘いコーティングされたごまやんって思ったっていうのはあります。それ全員にお返しして返してるんで僕それはちょっとありましたね。はい、もらった子もびっくりです。いやびっくりですよ、食べたら甘いごまなんでうお俺ほんまなんか大人になって思い返してほんまそんなごまあったってお母さんに聞いたらあれあんたごまやったで色のついたって言っててそれはありましたね。はい、もう毎朝夜あのお風呂に浸かることですね。朝夜もう暑いのに浸かることが
冬乗り越えるあれですね、はい、と、寝る前にあの起きる時間の30分前につくように暖房セットして、あの起きた時にもあったかいような状態にしてるみたいな感じですかね。あと鍋めっちゃ食べます。あ、お鍋めちゃくちゃ食べます。手すりで。そうですね、もうめちゃくちゃ食べます。何鍋がお好きですか？僕無水鍋が好きなんですよ。無水鍋、はい、無水鍋っていう水を使わないお鍋があるんですけど、野菜の水だけで。そうですそうですそうです。それをしょっちゅう食べますね、はい、自炊は結構します僕。でも東京来てからですね、大阪から東京に来てから自炊するようになりました。始めたきっかけは家にいてもやることがなくなってきたんですよね、お仕事以外が。で家でいる時もなんか楽しみ見つけたいなと思って、もちろんゲームとかアニメ見たりとか映画見たりするのも好きなんですけど、なんか動きたいなと思って、でそれで自炊してみようと思って始めましたね。無水鍋はあの簡単なくせに普通のお鍋よりも美味しいと思います。お塩だけで食べるんですけど、めちゃくちゃ美味しいです。はい、やっぱり見どころは、その前回やってたのが X4 っていうダンス&ボーカルグループでソロになってギターを始めたんですけど、今回まあこの公演でギターをたくさん弾きたいなっていうのと、あとまあもちろんそのオケを使ったりもするんですけど、あとループステーション、ギターでループステーションを使って皆様にこうよりこう音楽的にあのな吉田晃大をお見せできたらいいなというのが見どころの一つかなと思うし、あとやっぱりまあ僕のおしゃべりをたくさん聞いてたくさん笑っていただけるような、うん、お話も持っていけたらなとか思ってますし、うん、たくさんこうふざけて、うん、ほっこりとした空間にするので、皆様にぜひお越しいただきたいなと思います。皆さんどうも、吉田晃大です。2月15日、デュオミュージックエクスチェンジにて、晃大吉田ライブツアー2022クリームツアーの、公演がございます。こちらのライブですね、こういう状況下だからこそ、伝わる思いやったり、届けられる音楽があると、信じていますので、ぜひ、こういう中ではございますが、遊びに来ていただけたらなと思っております。お待ちしております。18時半、開演でございます。ぜひチェックしてください。よろしくお願いします。じゃあね。